投球論って難しいね、はい、こういうのは先に言ってほしいね。投球論なんですけど、山井さんがピッチングで大事にしてることって何ですか？大事にしてること、はい、大事にしてることっていうのは、まあ、バッターと勝負するっていう、まあはい、そういうあの距離感、距離感の距離感、空間、うん、っていうのは空気感、気持ち、そう、勝負のそのやっぱ、勝負するところ、引くところ、はい、っていうのを冷静に感じ取れないと、ただ単にがむしゃらに投げてると絶対やられる。うん、そういうもんですね。そうそう、あそこでいかにもう燃えてるよ、心の中で、頭の中バーってもあのすごい燃えてるけど、やっぱり頭のどっかでは冷静に考えれてる部分がないと、うん、やっぱり勝負できないと思う。まあその中で、まあ、大事にしてる球っていうのはやっぱストレートかな。まっすぐが、まっすぐが、まあ、今話してました。まっすぐがどうなってたら山井さんの理想に近づく？ファールが打ててる時、ファールが出てる時、ファールが打ててる時、自分が投げたいところに投げて、うん、バッターがしっかりファール、ファールっていうのはそのなんていうかな、この引っ張っていい当たりのファールじゃなくて、うん、そのチップ、はい、うん、ファールチップとか少し振り遅れて右バッターが一塁のベンチの上の方に飛んでいったりとかする、うん、ファール、はい、あれがもう試合してる、まあ、オープン戦からシーズン入った時に一番確認したいところ。なるほど、うん、それが試合で出てくるといいですね。で、そのマウンドに行くまでにそのまっすぐを投げるためにやる練習とかってあります？なんか練習っていうか、でもどうやろう、まあ、さっきも話出たけど、はい、やっぱり遠投じゃないかな、遠投キャッチボールで、遠投って言っても60メートル以上はあんまり離れないの、俺がよく遠投って80メートルぐらい、はい、上に向かってね、はい、あの遠投が個人的にはあんまり好きじゃなくて、はい、60メートルぐらいに、でその自分のフォームでなるべく低く投げる、うん、今上に向かないようにってことですか？上に向かないように、はい、ある程度もやっぱり、ね、60メートル投げるとなるとマウンドの上に居るときみたいなフォームでは投げれへんけど、はい、少しは上は向くけど、でもその中で相手取ってくれる人が一歩横に行くぐらいだったらまだいいけど、はい、もう2歩も3歩もこっち行ったりシュートしてこっち行ったりとかするっていうような球を絶対投げないように、うん、なるほど、それでも行くよ、うんうん、行くけど、そこをちょっとこう大事にしながらキャッチボールする、はい、じゃなきゃ多分あのね 18.44 の距離感では自分の持ってるようなストレートは投げれないと。だからさっき言ったキャッチボールしかない、キャッチボールだと。で今の子はあんまりキャッチボール大事にして、まあ、そのプロに限らず、僕少年野球やったり、うん、あの高校生見たりとかしますけど、うん、キャッチボールがなかなかうまくいかない子が多いですよね。多い、本当多い、うん、だからそのキャッチボールの大事さっていうのをもうそもそも分かってないかもしれない、うん、確かに。どうやったらあそこに行くかっていうとかね、その僕らでも野球教室に、ね、はい、たまに行くけど、その基礎っていうのをしっかり教えれてるコーチももしかしたら少ないのかなと思う、うんうん、すごい簡単なことかもしれないけど、そこはやっぱりしっかり徹底してやらないと、それができてるところは多分上手いかもしれない。あ、確かにそういうかもしれないですね、うん、やっぱり取ってファーストに投げてアウトにするとか、うん、そういう基本なことの基本になってくるキャッチボールって、うん、そこをしっかり教えれたらもっと面白いかなと思うけどね。なるほど、うん、山井さんが今、まあ、遠投は大事にしてるって今話したんですけど、うん、このブルペンでこうマウンドに行くまでの間に大事にしてることってありますか？うん、あそこの時間で、でもあそこの時間が一番嫌なの。試合に入る、そうそうそう、シーズン中、マウンド、はい、ブルペンで肩作ります、ロッカー変えて着替えます、でまあ、先発の時は少し早めに行って、はい、あのバッティングチェックとか、ああバッティングのテーブル置いたり、はい、で自分の飲みたいもので置いたり、はい、セットしてよしって言ってコールされる前に立つでしょ、キャッチボールするでしょ、はいはい、あそこにおる時が一番緊張してるの。へー、そこから呼ばれてマウンドに行くまでがあそこの距離が一番嫌。
え、なんですか？早く投げたい。あ、投げたいんですか？早く1球投げて、早く1球ストライク欲しいし、早くワンアウトが欲しいし、早く1イニング終わりたい。で、1回そこで帰ってきて。はい、こんな長いことプロ野球生活しててもそう思う、思う、思う。それはもう多分ずっと思うと思う。でもそろそろ楽しんでマウンドに立ってみたいなと思う。それぐらい作るかな。どうなったら今そういう時が来ますか。もうでもそうなってもいいのかなって思ってる今。あ、うん、その今まですごい怖かったり、うん、もうマウンドにも行きたくない、はい、ふわふわしてる時も、ふわふわしてるというか、あ、なんでこうだ、気づいたらそこにいる、集中できてない時もあるし、ヤジが聞こえる、歓声がすごい耳に入る時とか、うん、そういう時はもう絶対良くない時。ホームティームプライド。投球術でもう一個だけいいですか。投球術、はいはい、これ多分順番入れ替わったりとか多分すると思うんですけど、うん、あのこれだけできてれば OK っていう、うん、なんていうんですか、この僕ピッチャーじゃないんでわからないんですけど、うんうん、もう今ピッチングされてるじゃないですか、うんうん、で10日開幕が早いんで10日早めて入られています。でこれぐらいできてれば試合で投げれるぞみたいな目安みたいなのってあるんですか。なんか自分の中の指針というか、こう物差しみたいな、自分のピッチングで。まあ でもやっぱりまっすぐじゃない。まっすぐが、まっすぐがいってれば変化球絶対いくから。まっすぐがやっぱり、ね、こうね、キレがなかったりすると、うん、スライダーもやっぱもちろん抜くなるし、はい、シュートは曲がるの速くなったり、フォークも多分一瞬浮いたように見えるから、うん、バッターも簡単に見逃せるし、高めに浮いたら簡単に打たれるし、はい、まあ、そういう意味ではストレートがもうもう全員そうやと思う、はい、特別ナックルボールがしたいですっていうピッチャーは、ね、いるけど、はい、そういう人以外は基本的にやっぱストレートのキレが良ければ勝負できる、はい、うん、なるほど、うん、まあ、あとはゲームに入ろうと思ったら細かいこといっぱいあるけどね、はい、まあ、クイックを早くしないといけないとかっていうのもあるけど、はい、でもストレートさえ良ければ、今 もう変化球も全部掘ってるけど、はい、もう全然、あとはもうその筋肉とかね、そういう体の体力的なものがつければいけると思う、はい、前話聞いた時におっしゃってたのが、やっぱその球速じゃないですよね、強い球を投げたいっていうのを言われてましたけど、145、6なんか別に出そうと思ってない、はい、バッターの手元で140キロでいいからフォアール取れれば一番ベスト、うん、150 160キロです、多分別かもしれん、はい、でも145、6なんて今みんな投げるし、はい、逆に今チームでもほんまに遅い方やと思うから、スピードには全くスピードを求めてはない、うん、バッターの手元の強さ、うん、キレがなくなったらもう終わりやと思う、はい、うん、160キロ出したいですか。いや出せるやん、出したい出したい、160キロなんか多分変化球いらんような気がするもん。でも大谷君みたいな、いやもう絶対いらんでしょ。でも投げますね。いや投げるよ、ダルビッシュとかも、もう簡単に抑えるやんだから、まあ、いいなと思って。困ってもパワーで押せるやんか、はい、うん、力でねじ伏せれるやん、はい、そういうピッチャーじゃないから俺は。その経験とちょっとしたこの変化球でなんとなくこうかわしてしまう、かわしに行ったりとか、はい、裏返ってね差し込んだりとか、はい、160キロだったらそんなこと考えへんでいいと思う。いいっすよね。だってバッターもそうじゃない。はい、速い球も嫌ですね。嫌でしょ、はい、当たんないですもんね怖いやん。だって僕あれなんですよ、チャップマンと対戦したことあるんですよ、僕イタリア行ってる時に。嘘。はい、でイタリア代表が WBC、うん、あ、イタリア、ごめんなさい、キューバ代表がイタリアで僕がいる時にたまたまその、うん、合宿してたんですよ、うん、で僕イタリアにその時いる時でイタリア外国人選抜っていうのに選ばれていただいて出たんですけど、うんうん、もう早すぎてもうタイミングとかの次元じゃないですなんかバッティングって、まあ、俗に言う 1-2 ノーみたいな、ノーが大事ですみたいな、うん、感じじゃないですか、うん、ピッチングも多分グーってあるじゃないですか、うん、じゃなくてもう1ターンこれもうって出さないともう間に合わないんで。いやもうで当たったんですよ。でも当たったの。当たって、で僕会心の当たりだと思ったんですよ、うん、こうバチンでドンピシャーと思って、うん、でも勘ですよ、1、3で打ってるんで、うん、もう投げた瞬間に振りに行った、うん、そしたらピッチャーもバヤーンバヤーンいやそういう球投げれたらいいやん。いやでもそうそう、欲しいわ。そうそう、いや魔球いらないですよ。そしたらそれは160キロやったら魔球いらないじゃないですか。もう160キロっていう魔球やわな。そうですね、うん、
いいな、そんなまっすぐ投げる。それどうだったら投げれそうですか、今の自分が。今それはもう仮定して160キロ投げる計画をしたとしたら、俺が大谷になり変わるしかないよな。そういうことか。絶対無理やもんだって。無理ですよね。でも多分僕山井さんの性格だから160キロ投げても投げれても、すごい考えてこうに打たれたくない、こういかないですか。160キロ投げたらもう大体もう適当に投げる。本当ですか、うん、絶対バッターそっちの方が怖いよ。まあ、だから160キロ投げてもコントロールのいいピッチャーって、はい、多分バッター怖くない。ああ、そういうことですか、うん、160キロ投げて、確かに逆に160キロ投げてコントロールいいピッチャーっているって感じ。またいないですね。でしょ、はい、適当でいい、適当でいいと思う、はい、どこに来るか分からへんようなピッチャー。確かに、うん、それもそんなドミニカに行っていっぱいおるよ。いそうですよね。いっぱいおるよ。50球掘ってストライクが 2,3 球しか入るね。それは野球として成り立ってないですよ。ネルソン、ネルソン。ネルソン知ってます？浅尾拓也が見たよ、それは。見ました。草野球やりたいとき、ネルソンショートにしようとしたの。いや、センターでしょ、どう考えても。センター、うん、肩も強いんですよね。うん、絶対で仲いい、いいんですよって言ったから、連絡取ってんのって言った、対談してから一回も取ってないですからね。それ仲良くないんじゃないかっていう話なんです。仲いいところでネルソンが出たの？なんか、うん、あの好きなんですよって言ったんです。ネルソンが。ネルソンが好きですよ。あとは多分タクナリのあのジョークでこうネルソンっていう響きが多分良かったんでしょうね、きっと。まあ後で聞きますけどね。山井さんにも聞きますけど、なんかネルソンっていうなんか。ネルソンね。はい。うん、